さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。前回の失格問に引き続きリクエストされた作品のレビューです。リクエストページにはたくさんのいい作品があるので消化していきませんとね。せっかく皆さんが教えてくれたいい作品たちですから読んでいかないともったいない。ということで順不同ですが読んでいきます。今回レビューする作品はこちら、くじ引き特典無双ハーレム剣です。作者はミキナズナ様です。なぜでしょう、最近よく目にするようになってきた気がします。もうね、タイトルからして不安しか感じられません。誰ですかこんなの入れたの、きっつい。タイトルからしてよっぽどナロー慣れしていないと手に取らないんじゃない。でもしっかりと読みましたから感想を言っていきますよ。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか、始めますよ。それでは無双ハーレム剣のあらすじはこちらです。新井式回転抽選機で隠し景品特等賞を出した年齢職業不詳の日本人には珍しいカタカナ名の主人公勇気かける。特等賞は好きなスキルを持って異世界転移できるというものでした。かけるは全能力777倍というスキルを選んで現代社会に全くの未練も感じずに異世界転移。なんかでっかい凶暴な牛を倒してお姫様を救いました。たまたま通りかかった商人に牛を売り、庭付きの豪勢な屋敷と商人の下で働いていた獣人の奴隷を購入してイチャラブ生活開始。おち、これからイチャイチャしまくるぞ。はあ、作画は結構良いと思いました。私は結構好きです。あと福引きで異世界に飛ばすのは斬新でしたね。関係者の方々が異世界に渡らせる理由は全く分かりませんけれども、異世界に送り出して何をさせたいんでしょうね。きっと後々理由が判明して大きな運命の歯車に巻き込まれちゃうパターンですね。すっごく楽しみ。さて時間余りましたね。作画はいいですが意味不明な部分があるので言います。獣人の奴隷ミュウの服について、初対面時パンストを履いています。奴隷だと言ってもきちんとメイド服着てるんですからパンツも履いているでしょう。別のコマのスカートの形を見るとおそらくスカートに穴が開いていてそこから尻尾が出ているんでしょう。それを踏まえまして、何このコマは、パンストもパンツも履いてないしスカートはめくれ上がってるし、いやわかるよわかりますよ、これはあくまで主人公の妄想のイメージだって。無駄に脳内保管率高いですね。どんだけ浴場してるんですか、気持ち悪い。あと最後の書き下ろし漫画の部分でこのメイド服は主人公が選んだのという問いに、はいと答えてるんですよ。しかしどう見ても商人のところで働いていた時と全く同じデザインなんですよね。違うくない、主人公じゃなくて商人が選んだ服ですよね。それって何、さらりと嘘つかせているんですか。主人公が選んだ設定ならしっかりと本編でメイド服を別なのにしましょうよ。爪が甘いですね、というジャブを打って温まってきたところで本編行きましょうか。正直10ページ足らずでもうね、何でも思い通りにできるスキルで決めたぞ。俺はこの異世界でハーレムを作る。異世界には頭ぶっ飛んでる人間しか行けないんですか。おおよそ普通の社会生活を送っている人間では発想しえないであろう得意な性格をしてらっしゃいますよね。まあ年齢職業住所不詳の男性ですからね。なんで真っ先にハーレムなんて発想が出るんでしょうか。私のことを一番に愛してくれないの。俺の愛は深いから平等に愛せる。あなたは分身が使えるんですか。体は一つなのにどうして 100% で愛せるの。他の女がいなかったらその分私を見る時間が増えるじゃない。一人じゃ満足できない。やりたいだけならハーレムなんて言って加工必要ないよね。
愛よりも肉体が欲しいならお店に行きなよ。はは、そんな冗談は置いておきまして、だいたい能力が777倍されるだけであって、何でも思い通りにできるわけではないんですけれど、やっぱり頭おかしい人間しか採用されない世界線なんでしょうね。主人公の前にも一等を当てて喜び勇んで異世界に行った男性がいましたからね。しかもなぜか触手が使えるスキルですごく喜んでましたし、気持ち悪っ。この現世に未練は全くないんですか？どういう生活したらそうなるんですか？家族や友人関係、スマホや PC、トイレやお風呂等の便利な生活環境を捨ててまで行きますか？私は十分な説明があった上で、よっぽどなことじゃなきゃ行きませんよ。もし更新がなくなったら、異世界へ行ったと思って羨ましがってください。本当にさ、性格破綻者を出さないで。物語に何にも面白さが出てこないですから。主人公の誰に対しても礼儀がなく上から目線の傲慢な態度の性欲モンスターさも意味がわからない。それを許容する人間も意味がわからない。ガキ大将って感じですね。どうしてこんな人間を主人公にしようと思ったんでしょうか。それに根本的に全能力777倍ってどういう意味？腕力や聴覚や視覚が強くなっているようですが、全身を使った殴りだったらでっかい牛がぶっ飛ぶ程度じゃ済まないと思うんですよ。いわば全身の能力を使っているわけですから、パンチの威力って単純な777倍じゃないはずなんですよ。よく原型を保っていられたなぁと感心します。相当あの牛は強いんでしょうね。あとね、いくら視力が上がったとしても透視はできないと思うの。望遠鏡っていう遠くを見れる道具って知っていますか？すごく便利なんですよ。知らないと思うんで言っておくんですが、いくら倍率を上げても何かで遮られたらその向こうって見えないんです。勉強になりましたね。あ、それともこれも脳内イメージなのかしら。すごい補完がお上手ですね。えらいえらい。能力が777倍になっても体が耐えられなくて使えないみたいなお話だったら面白かったのに。そしてね、なんか時系列がぐちゃぐちゃな感じがするんですよ。一番最初くじを引いているのは1日前の出来事です。その1日前の出来事で異世界に来て家とメイドを買ったんです。そして家でモフモフしている時はまだ1日前の話だと思うんですよね。なんで昨日の話になってるの？多分おそらく端折っているだけで、契約の問題なんかで1日時間を置いているのかもしれません。全く描写はしていませんし、同じ日付で起こった出来事のように描かれていますけれど、仮にそうだとしましょう。異世界に来て家とメイドを買ったのは昨日の出来事。じゃあこのセリフは何？このお風呂シーンはモフモフしているのと同じ日付内の出来事です。あなたは2日連続で異世界に来たんですか？すごいですね。構成力というか時間把握能力がひどすぎ。私が間違ってる？であればこの流れが正しいという説明をぜひしてほしいです。間違ってたらすごく謝ります。何でもはしませんけれど。あとは紙幣を生み出して偉い偉いっていう良い種もありまして、数字を書いた紙に王族しか付与できない紋章をつけたものを紙幣として供給するというものでした。一気に紋章をつけられるなら別でしょうけれど、王族の仕事量が半端ないですね。紋章がたとえつけられたとしても祭壇に数字や装飾は手書きだけどね。この世界に大量印刷の技術はあるんでしょうか？主人公すごいすごいって言ってますけれど、何も考えてなさそう。さすがにありますよね。なかったらこんなに喜ばないものね。経済に詳しくはないので、紙幣になった場合の影響はよくわかりませんけれど、良くなるのかな？主人公のインテリさ出ちゃいましたね。すごいすごい。ふう。文章がとっちらかっているかもしれませんがご了承ください。思うがまま感情をぶつけすぎたような気がします。気にしませんけれどね。これでもだいぶ丁寧な口調で話しましたし、古き良きオレツ AM 奏してハーレム作って実際におせっせまでする作品が好きならぜひご覧ください。
私の感想に騙されず、読んでみてくださいね。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。